あ、来た来た。久しぶり。急に呼び出したりしてごめんね。元気してた？私はちょっと微妙かな。大学生活にはもう慣れたから大丈夫。そうじゃなくて、いや、とりあえず場所移そう。私行きたいところあるんだ。到着。懐かしいね。ここ覚えてる？そう、君が最後に私に告白してくれた場所。なんか会話も続かないし、いきなり本題なんだけどさ、あの時の返事、今から取り消してやり直しちゃダメかな。だから、あの時のごめんなさいを取り消して、今から私でよければ喜んでっていう返事に変えちゃダメ。ごめんね、数ヶ月ぶりに会ってこんなこと言われてもわけわかんないよね。あれから君、私に電話もメッセージも全然くれなくなったじゃん。学部は違っても、同じ大学なのに、大学でも全然私に会いに来てくれないし、ランチとかも一度も誘ってくれないし、私それがすっごく寂しくて。ほら、押してダメなら弾いてみろって言うじゃん。私君の作戦にまんまと引っかかっちゃった。知ってる、君にそんなつもりはないって。私のこともう諦めちゃったんでしょ？他に好きな人がいるって言ったじゃんって。言った。ずっと彼のことが好きだって思い込んでた。でも君が私の前からいなくなって、自分の本当の気持ちに気づいちゃったの。私が好きだったのは彼じゃなくて君だったんだなって。そっか、もう他に好きな人ができちゃったのか。切り替え早いな。もうその好きな人って、昨日ショッピングモールでデートしてた子？そっか、やっぱ昨日の子か。私偶然見ちゃって、君がデートしてるとこ。それがめちゃくちゃショックでさ、いても立ってもいられなくなって、それで君のこと呼び出して、今無事に振られましたって感じ。もう付き合ってるの？その子と。まだ付き合ってはいないんだ。だったらさ、私にしとかない？ほら、私のこと3年間ずっと好きだったんでしょ？彼女にしたいってずっと思ってくれてたんでしょ？何度も何度も告白してくれたじゃん。今なら一言、いいよって言ってくれるだけで、ずっと好きだった私のこと、君のものにできるよ。私に一目惚れしてくれた瞬間思い出してみて。その子が、君の彼女になるんだよ。しかも、君にベタ惚れの彼女に。そっか、ダメか。もうひどいよ。3年間も好きでいてくれたのに。どうしてたった数ヶ月で気持ちを切り替えちゃうの？早いよ。早すぎるよ。もう少し未練を持ってくれてもいいじゃん。わかった。今の君の気持ちは、ちゃんと理解しました。でも私、諦めないから。君、3年間ずっと私に付きまとってたじゃん。だから私には、これから3年間、君に付きまとう権利があるの。君が何度断られても、私にしつこく告白してきたように、私もこれから、君に何度も何度もしつこく告白するからね。嫌とは言わせないよ、手始めに、明日一緒にランチしない？大学で。そんな困った顔しないでよ。いいでしょ、ランチぐらい。てか高校時代、私何度か君に押し切られて一緒にご飯食べてたじゃん。ちゃんと恩返ししなさいよ。君が他の子と付き合うなんて絶対嫌だ。絶対に振り向かせて、もう一度私のこと好きになってもらうから。いや、前よりも、私のこと大好きに。もう私がいないと生きていけないくらい、私に夢中になってもらうからね。覚悟してね。